よろしくお願いします。さてここからは健康エイジングのトータルサポートファンクフィジオフィジカルセラピーと大橋小雪がお届けします健康チャンネルです。このコーナーは人と地球と健康のためにマンダ酵素、ニューヨークで暮らすための生活情報、ニューヨーク便利帳の提供でお送りします。というわけでですね、今回も開花月ニューヨークシティのオーナーでありクリエイターの岩波智之さん、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、そしてファンクフィジオの高田洋平さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、岩波さん、前回前々回とレストランの苦労話などを伺いつつ、まあ、発酵の話に来ましたので、今回ちょっと発酵をテーマにお話を進めていきたいんですが、前回の話の中で、はい、そのコロナを機に免疫力の低下から発酵食品みたいなものに注目が集まっているみたいな話になってきてましたけれども、ね、レストランの方ではどうですか、そのマンダ酵素さんをお配りしている一歩ずつなんていう話がありましたけど、はい、そうですね、これからなんですけど、まあ、今ちょっと詳細を詰めてまして、はい、これからちょっとマンダ酵素を一歩、まあ、各お客さんにお配りするっていう、おそらく食後に、まあ、ちょっとお茶も出した時に一緒にこうどうぞという形で、はい、日本ではスパとか出してるところがあるんですよ。それなので、まあ、そういう感覚で、まあ、これで一説によれば二日酔い防止にもなるようですので、まあ、お酒いっぱい飲んだ方もいれば、それでちょっとお酒のケアですとか、まあ、でも、はい、まあ、今は成長ですよね。まあ、今みんな注目しているガットヘルスですとか、それに効果があるので、それとまあ免疫力向上っていうのをちょっと願っての、まあ、ささやかなギフティングです。どうもなんかマンダ酵素さんの調べによると、発酵食品を食生活に取り入れたいって思う人が9割以上、そのコロナを機にですね、で腸内環境を整える効果を期待する声が多数あるなんていうこともあるようですので、ちょっと発酵食品についてね伺っていきたいんですが、日本人だとその発酵食品ってもう当たり前にあっちこちにあるじゃないですか。はい、うん、そうですね、アメリカは、まあ、ちょっと前回でも少し、話した昆布茶ですよ、はい、まあ、日本の昆布茶と全く違うものなんですけど、発酵食品で多分一番こう浸透して今勢いのあるものは多分昆布茶だと思うんですけど、多分これを機に人々は実はこの発酵食って身の回りにいっぱいあるんだっていうことに気づいてきてると思うんですよね。まあ、それがチーズですとか、まあ、ビールですとか、うん、お酢関連のものですとか、まあ冷蔵庫が発明される前の保存法だったので、まあそれ自体は歴史すごく長いんですけど、はい、まあ、今になってやっとこうまた発酵食っていうものがまた着目されてるかなっていうところですね。まあ、ヨーグルトとかそういうの、ね、あ、確かに、醤油もそうだし、納豆なんかもそうですよね。そうですね、ちょうど今納豆の話しようと思ったんですけど、はい、友人がニューヨーク納豆っていうブランドをやってるんですけど、すごく売れてるんですよね。ニューヨーク瓶詰めの納豆なんですけど、はい、安くないんですよ全然。ただこちらで作って瓶に入って10ドルぐらいなんですよ。あ、で今日系スーパー行くと納豆って3パックで2ドル前後とか3ドルとかじゃないですか。はい、だそう考えると、まあ、結構割高なんですが、すごい人気があって、で話スーパーの方の話聞いてると、モデルさんですとか、もう美意識と健康に意識のある方が買ってってるみたいですね。アメリカの方ですか？もう何個も何個も。そうなんですよ。高田さん、納豆食べますか？うちは納豆消費率非常に高いですね。結構子供も好きで食べますしね。なんでそのニューヨーク納豆はね、伺ったことあるんですけど、やっぱりこのニューヨークっていう健康とか美意識が高い人たちが集まってる街だからこそ売れている商品っていう感じなんですか？それとも今
っちのウェストコーストのスーパーにも実は入ってきてるんです。へえ、それぐらい卸しをできるぐらい人気があるっていう感じですね今。でキムチとかは、今こっちのまさか味が好きっていうことではないですよね多分。まさかですよね、だから多分味じゃないと思いますね。そうですよね、だから健康っていう、成長の、ね、腸内環境を整えるとか、それこそ先ほどおっしゃってたね、発酵食品がすごくこう良いっていうことが認識されてきたっていう結果だと思うんですけど、すごい。そうですね、はい、あんまりこうヌルヌルした食材ってアメリカには、まあ、オクラとかは南部とか多いですけど、はい、あんまりないからハマりやすいんですかね、この食べたことないっていうちょっと不思議な食感だしっていう、まあ、でも味じゃないような気がしますけどね、難しいところですよね。だって今までも納豆ってそのおかめ納豆とかいろいろあったわけじゃないですか。でもその納豆に注目が集まってるって、その普通の納豆と何が違うんですか。例えばオーガニックであるとか入ってる菌が違うとか。いや、オーガニックのもあるんですけど、何が違うねえ、自家製なんか瓶詰めぐらいじゃないですかね。瓶かそうじゃないかっていう違い、一番おしゃれなパッケージなんですけど、ね、おしゃれなパッケージですね。私も食べたことはありますけど、はい、じゃあ、まあ、納豆は納豆なので味がすごい変わるかって言ったらやっぱ納豆でしたよ。そうですね、納豆ですよね。はい、それだけ多分プロバイオティックですとか、はい、そういうものの意識が高まって、で納豆は体にいいんだよっていう、まあ、その情報からじゃないですかね。まあね、納豆も発酵食品ですけどね、その流れでいくと味噌ですか。なんか昔から味噌も健康食品というか、うん、味噌は医者知らず、医者いらずみたいなこと言われますけどね。実際味噌汁をね、摂取している方は胃がんの率が低いっていうデータもあったりするんで、多分そういった発酵食品っていうのがやっぱ体にいいっていうのは、まあ、昔からやっぱり知られていたんでしょうし、まあ、ここに来てやっぱりこのコロナとかで免疫力を高めるとかそういうところの、ね、効果もあるんで、需要が高まってきてるのかと思うんですけど、あれですか、レストランでもなんか出されると聞いたんですけど、味噌とか味噌料理は人気ありますね。アメリカ人に、アメリカ人が味噌っていうとこうパーッと明るくなりますね、顔は。あ、知ってるその食材みたいな形で、結構反応はすごくいいですね。味噌料理も単品で出す時も、まあ一時アラカルトのメニューもあったんですけど、やっぱり銀だらの油あん焼き、味噌焼きですとか、ほうば味噌、飛騨牛のほうば味噌焼きとか、味噌関連のものは結構注目していただいてオーダーは入ってましたね。で、まあ、お味噌汁は、まあ、昔からちょっと人気ありますけど、味噌っていうと多分この入門じゃないですけど、和食に対して自分はちょっと味噌は和食で知ってますよっていう、多分こういうのがあるんだと思うんですよ。まあ、安心して食べれる特別な食材みたいな。今こっちのスーパーでも売ってるぐらいですからね、味噌って。そうですね、日系じゃなくて、あれって日系のスーパーなん、日系じゃないスーパーでも売ってますけど、実際にお料理されてるんですか、アメリカの方とかは。お味噌で、それとも味噌スープで使ってるんですかね。味噌スープが多いと思うんですけど、まあ、友人とかでは炒め物とかに使ったりしてるとか言ってましたね。アメリカの方で。はい、まあでも使い勝手もいいから、でヘルシーだし健康にいいしっていうのもあるとは思うんですけど、その発酵食品って相乗効果で1種類だけじゃなくて何種類かミックスさせるといいなんていう話もちょっと定かじゃないんですが聞いたことあるんですね。
でそういう意味で言うと、味噌と例えば、お店で出している日本酒とか一緒に頼まれる方なんていうのはいらっしゃるんですか？同時というかもう、はい、あの日本酒に関してはもう投資で飲む方とかが多いですね。ただあれこれ違いますね。ちょっと関係あるようでないかもしれないですけど、はい、ビシュ鍋っていう料理があるんですけど、まあ、お酒をすごいいっぱい使って、あれそれ味噌入ってないんですよね。ちょっとすみません、あんま関係ないあれでしたけど、はい、でも、まあ、日本酒の話あたりで、そうですね。日本酒がすごく受けてるっていうことを言いたかったんですけど、はい、あ、そうなんですね。うん、そうなんです、そうなんです。ただその日本酒って何に合うのかが日本人でありながらわからないところがあったんですけど、どういう組み合わせで皆さん召し上がったりしてます？自分はもう和食だったら、もう後世も最初から最後まで日本酒で合わせちゃいますね。まあ、例えば、はい、揚げ物ですとか、はい、そういうものに関しては、ハイボールですとか、なんかちょっとシュワッとしたすっきりしたものに切り替える時はありますけど、でも基本も日本酒の中でもいろんな、ものがあるので、こうその料理に合わせて、まあ、ワインと一緒ですよね。赤ワインと白ワインをこう飲んで分けて、まあ、それが例えば発泡ワインだったりですとかいろいろありますけど、はい、日本酒は何でも合うと思います。辛口とか甘口とかってあるわけじゃないですか、はい、例えば飛騨牛だったら何口が合うとか、このお酒が合うとかありますか？飛騨牛も料理の仕方で違うのかもしれないんですが、そうですね、もう料理別でおすすめしてますね、お酒は。この品物、この料理にはこれが合います、この一皿にはこれが合いますっていう風におすすめしてるようにしてます。やっぱり味が、あと入れてるお酒が料理に合うものしか入れてないんですよ。なので料理長と話し合って、こういう料理があるから、じゃあこんな感じのビール、こんな感じの日本酒、こんな感じのウイスキー、こんな感じのウォッカですとかジンとか、その味がこう相乗効果のあるものだけをこう置くようにしてるので、必ずその品、まあ、お皿に合う日本酒はあるので、まあ、でも分けてます、ね、なのでこの料理が来るからこれどうですかですとか、はいはい、おすすめはしてます。なるほど。人気の日本酒ってどんなものですか？最近それが難しいんですよ。結構日本酒に対してのこの知識もすごい持ってる方が増えてて、アメリカの方でいきなりこのヤマハイありますかとか聞かれて、僕はこの業界入ってなかったら全く知らない言葉だったんですけど、なんかこういろんな単語知ってるんですよこの特殊な日本人でもなんか知ってるのかなっていうようなことで、あと好きな銘柄とかあるみたいなんですよね。で我々ちょっと飛騨と関係があるんで、できるだけその飛騨の、まあ、岐阜県のお酒をできるだけ入れようとしてるんで、はい、ちょっと周りでは変わったセレクションではあるんですけど、まあ、ちょっとこんな感じのお酒欲しいとか、まあ、あとはその有名どころたまに入れてましたけど、八海山の城ですとか、そういう名前が知られてるのも入れてますけど、最近のアメリカの方は本当知ってますね、日本酒のその飲み方も選び方も。前みたいにただ何でも熱くすればいいとかじゃなくて、はい、いやこの温度はこれだよねとか、なんかこうすごくずっと日本に育ったんじゃないかっていうぐらい分かってますね。なので下手な知識で喋れないです、はい、むしろ向こうの方が知ってる時もあります、ね、まあそれはあってはいけないことなんですけど、まあでもうちのサーバーが分かってれば僕はちょっといいかなと思って、たまに挨拶に行った時なんかこうお酒の話になると、はい、そうなんですねみたいな感じで教えてもらったりする時あります、うん、
私なんかもう全然日本酒わからない方なんですけど、高田さんは日本酒なんか飲まれるんですか？僕飲みます。はい、結構飲むんですけど、はい、僕はなんかその合わせ方とか全くわからないので、逆になんかそのお任せしますっていうパターンが多いですね。で、意外となんですかね、お正月とかは日本酒やっぱ飲むんですけど、なんですかね、もう結構安いお酒が好きだったりはするのかなと思ってて、よくのパック酒とかで売ってるような日本で、ああいうのが意外となんか日本酒っぽくていいかなと思っていて、私個人的にはね。でも今こっちで、今ニューヨークじゃないですけど、アメリカで流行ってるお酒ってどっちかっていうとワイン寄りのお酒っていうのが、僕の感覚でいう言葉だとワインっぽい、白ワインっぽいこう日本酒が結構多いのかなと思って、多分そういうのもあってアメリカ人に最近すごい流行ってきてるというか、すごい受けてきてるようなイメージはありますよね。そうですね、それ実は結構鋭い指摘だと思うんですけど、あのワインのように飲めるっていうような打ち出し方今結構されてますね。あの日本酒もワインのように楽しめますと、ワインのようにこういろんな味が楽しめて、深みがあったり、あのフルーティーなものがあったり、こういうチョコレートっぽいものがあったりとか、なんかそういう説明の仕方でワインの、知識があるないにしても、そのワインっていろんなものがあるんだっていう、まあ、考えがあると思うので、なんかそれの分かりやすい説明の仕方で、あの日本酒紹介されてます。いや、それはね、あのマーケティングとしてはあのすごく賢いですよね。分かりやすい言葉で、そうですね、っていうね、あの感じで、なんか昔聞いた話で、あのタラコとかもね、あれ、日本のタラコとかもこっちの人受けなかったけど、あれキャビアって言ったら売れたみたいなね、なんかそういう、なんかこうちょっとそうですね、言葉遣いだけでちょっと印象変わったりしますもんね。確かに確かに、まあ、納豆もソイビーンっていう言葉でもしかしたら響いてるのかもしれないですね。あの、まあ、味噌と結びつけてこう、あ、これはソイビーンはいいんだ。まあずっと枝豆もこう人気ありますし、はい、何かとこう、ね、親しみをこう覚え始めたのかもしれないですね。それはあれですか、結構日本の食材を海外にもっと売り出そうっていう、まあ、あの日本全体的なその食文化の売り出しを図っている、何ですかね、マーケティングの一環というか、それはもうあくまでも個々人がやりた結果の結果なのかっていうのは何かあるんですかね。あ、日本酒に関しては国の意向も確かあったと思います。今それ以外に、あの米粉ですとか、ちょっとプッシュしてるものはその年によってあるらしいです。なのであのレストランにもあの来られる方いますよ。あのこれをプッシュしていますっていう説明を受けて、米粉とか使っていただけないですかとか、そういう方いましたね。なんかその米、うん、あ、どうぞどうぞ。なんか米粉なんかでもヘルシーなイメージありますもんね、なんとなくね。そうですね、確かにそうですね。でもなんかその日本酒の話に戻っちゃうんですけれども、女性なんかだと濁りとかパッケージでピンク系のパッケージがいいとか、スパークリング酒っていうのもあるじゃないですか、はい、ああいうのも人気だなんていう話聞きますね。そうですね、やっぱり楽しいじゃないですか、そういうのってあの発泡してたり、あの瓶が可愛かったりですとか、はい、なのでそれはすごく理解できますよね。で我々もあの、まあ、味を第一なんですけど、あの、まあ、そういう種類も、まあ、濁りっていう言葉もアメリカの方すごい知ってるんで、濁りを必ず入れたり、発泡濁りとかもあるんで、発泡濁りですとか、まあ、そういうものは入れて、よく出ますね、やっぱり。あとこう何その発泡濁りとか、すぐこうポンって、やっぱり濁りって言葉とか、なんかそういうのにすぐ反応します。言葉とかもあんのかもしれないですよね、もしかしたらね。そうですか、まあ、その発酵の話でありいろいろお話を伺ってきましたけれども、
岩波さん、この時期一番おすすめしたい開花月さんで日本酒って何ですか？アメリカ人、日本人、男女問わず若い方、そうじゃない方問わず、これ飲んどいたら、まあ、間違いないよというか、初心者でも。ですね、はい、飲みやすさで言ったら、はいはい、意外と八海山の白が、価格は決して安くはないんですけど、はい、個人的には悪くないかなと。あと、福寿っていうお酒の黒も個人的には美味しいなと思います。福寿の青っていうのが、はい、ノーベル賞の授賞式で出されてたお酒なんですよ、日本酒で、まあ、それの青じゃなくて黒の方が、まあ、青も好きですけどね。あ、青でもいいかもしれないです。青からスタートして、ただすごいすっきり飲みやすいのは八海山の白は、あれはちょっと美味しいと思います、ね。もう何にでもこうどんどん飲んでっちゃう感じです、ね。じゃあ取っかかりとしては、その海外さんに伺ったら、それを飲みながらお食事楽しむっていうのがいいかなっていう感じですか？そうですね。まあ、でも、もちろん日本酒以外も。はい、揃えてますので。そうですよね響きの30年もありますから。本当ですか？ちょっとレアなところでいきますと、はい、ちょっと私ウイスキー詳しくないんですけど、高田さん、これはかなりレアですか？いや、かなりまれですね。今だって、ね、12年とかがやっと、ね、はい、その辺で。でも500ドルぐらいしますか？ 今また上がって700、800ドルぐらいで今。あ、もうそんな言ってるんですか？どうぞ。それのさらに30年ものって見ないですよね。そうです、正直な話。ほぼほぼ抱えてるとこそんなにないと思います。手に入らないです、ね。手に入らないですよね。もう原酒もないでしょうし。そうなんですよ。なるほど。じゃあちょっと飛騨牛食べながら、そのあたりもね、ぜひぜひ、予算ある方が楽しみながら。でも本当、外食産業大変かと思いますけど、すごくやっぱり私も個人的に外食行ってすごいありがたいと思いましたので。これからの時期、クリスマスシーズン、いいシーズンに入りますので、ますますご活躍をお祈りしてますので。ありがとうございます。最後にちょっと質問していいですか？このホリデーシーズン、年末年始にかけて、なんかおすすめのサービスとか、なんかテイクアウトとかやっておられるんですか？いや、テイクアウトはよっぽどこうまた店内ゼロにしないといけないと言われない限り、当分やらないと思います。で、まだちょっと予定の方は今立ててる途中なんですけど、その都度ちょっと特別なコースは用意したいなと思ってますね。まあ、あとは食材、今やっぱコロナで郵送状況も変わってきてるんで、まあ、日本から何が取り寄せられるかとかにもなってくると思いますが、まあ、現地でも結構おいしい食材あるんで、それをちょっと組み込みながらできればと思います。楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。というわけで、まあ、3回にわたってね、いろいろとお話を伺ってまいりました。開花月ニューヨークのオーナーでありクリエイターの岩波智之さんでした。そして高田陽平さんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。発酵食品で免疫力アップ、このコーナーはマンダ発酵 USA の提供でお送りしました。気になる人はマンダ USA.com まで、ホームページから無料お試しサンプルの申し込みも受け付けています。